トロさんコチカメや24またクレジットカードなどの話も面白いので続けてほしいですとなるほどはい、はい、まあ24僕まだずっと見てるのであん,なんかね今もうすべてが 24NO になってますねああんかねあのせっかくの旅行中にも24を見ると無駄な時間の過ごし方してね。ね <laughs> <laughs> 当にあのすごいどうでもいい情報を言うとですねアマゾンプライムにアマゾンプライムのプライムビデオに24ってあるんですよ、はい ただこの、一つ問題があってですね、うん、このプライムビデオっていうのは、海外に行くと、日本で見れるものが見れなくなっちゃうんですよ。ああ、リージョンコードね。そうなんですよ。はいはい,はいはいはい。実は、日本では、トゥエンティフォー見れるんだけども、うん、海外では見れない。なるほど。じゃあ、どうしたらいいのかなっていう時に、こう、いろいろこう試行錯誤して。抜け道があったんですよ。うん、お。それは、日本のシムカードを使うことなんですよ。うん、ああ、なるほど。 なるほど、ね、日本のこの例えばドコモの僕契約してるんですけど、ドコモの契約のものを海外に持って行って、うん、でその日本の SIM カードのまま、はい、ドコモのその海外何回線を使うと見れるんですよ。そこまでして見る、そこまでして見たいっていう。<laughs> 全然 <laughs> あのねえっ、ー、と中学の時からね見て。はい え今高校生になった人に対して言うのも申し訳ないんですけども、はいはい、こんな大人になっちゃ無駄ですよ <laughs> 無駄な時間過ごさないでいい大人になってほしいなと思いますね <laughs> いやただから24はちょっと役立つかもしれないですからね <laughs>、はい、まあ,あのアメリカっていう国がどんな感じかっていうのは分かりますねそうですねはいちなみに今その海外ローミングしても意外と安かったりするんですね、うん、あの5日間その海外のパパケットパットクで使うと、はい 三千何百円とかで使えたりするので昔に比べれば全然安くなったんでなんかあの w i f i とか借りる必要ないよっていう w i f i の方が今安いんですけどただ荷物持っていかなきゃいけないのでその手間考えるとパケットパック使った方がいいかなと借りて返す手間もあるじゃないあとその w i f i 自体が電池切れ起こすからねそうですね借りまくられてるからあれそうなんですよ電池が弱いって時もあるんでねはい まあというね、あの抜け道もあるという。そう非常にどうでもいい情報なんですけど。はい。はい。それをこう理解した瞬間に僕は感動しましたね。あ、感動した。はい。これならこの手法ならいけるっていう。なるほどね。はい。あ、本当にどうでもいいですけど、いやその中国のそのウイグルの問題といえば、うちまた2024の話になりますけど、2024で計らずもその中国側とちょっとこう争ってしまう場面があるんですけど。 その時にジャックが逮捕されそうになるんですよね逮捕というか中国側に引き渡されそうになるんですけどお前はつか捕まった場合その収容所に入れられるとウイグルのっていうシーンがあるんですよねでもそのあれも10年以上前の話ですけどその時点でかなり認識されてるわけですよそういう厳しい収容所があるっていうのはウイグルにそう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 なんだよねアメリカも商売したいからあの優先してたんだよね商売を優先して で中国人をちょっと金持ちにしたら民主化するだろうと思ったら全然しなかったっていうね。はい。完全に予想が外れましたね。またトゥエンティフォーの話になりますけど、あの大統領選の話で、あのパーマーっていう大統領、そう現職大統領とキーラーっていうその対立候補の戦いがあるんですけど、やっぱもうスキャンダルなんですよね。そうそうそう。本当かどうかわかんないんだけど、証拠不十分だけどキーラーがそのデビッドパーマーのその情報言って、まあ指示を 下げようとしてるっていういやもうでもまああれはある程度アメリカの本当のところを出してるよね、うんうん、あの本当にもう嘘とか、うん、もう陰謀みたいなのにもうどんどんあのひなにかけてるからね、うん、引っ掛けていってるからね、うん、そうですね、うん、いやだからそれで決まっちゃうわけじゃないですか、うん、大統領にしても、はい、そうです、うん 24とか見てたら本当にローガン腹立ちますよねローガンはい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 イラッとするキャラって常にシリーズの中に出てくるんですけどキンバリーとかパーマ夫人とかシェリー・パーマー本当腹立つなと思ったらローガンの方がもっと腹立つっていうあいつとか大統領にしちゃいけないでしょ本当にそうですねじゃあぜひ24見ていただきたいですね皆さんに 面白すすぎるのででそうねもうアメリカのドラマいっぱい見てたらアメリカってすごい国だなってわかるよねいろんな意味でねぶっ飛びすぎですよねぶっ飛んでるただ24の世界が現実だったらテロ起こりすぎですよ起こりすぎあそ毎回なんか最近テロだの核爆弾テロだのんかそういうのばっかりですからねそれ言いだしたらねハワイ5ーって見れないよえ こんな危険な島だったのかハワイはっていうぐらいすげえ凶悪犯罪が毎日のように行われてるよ確かにちょっと怖いところもありますけどねハワイでもそうそうそうもうハワイ5を万人受けたらちょっと無理ですねいや危ないですねものすごい犯罪があれこそやっぱドラマとか映画こそプロパガンダですからね新聞記者っていう望月磯子が原作みたいな映画あったじゃないですかあれなんてまさに 陰謀論の塊でだからあれモデルは結局森掛けなんですよね特に加計学園でその獣医学部を新設して政府は最近兵器を作ろうとしてるみたいな話にこう持ってくるんですよ無茶だなそういう陰謀論で最後エンディングを迎えるのでぶっ飛んでるなといやちょっとねんかうん米華町の治安 コナンの世界はいっすよねドラマそのもの、まあ、だから広告もそうだし、うん、そういうドラマそのものもやっぱ政治的なものが入って、うん、いろいろやっぱ大衆をコントロールしてるっていうのは非常にあるんだよね,うねあじゃあ次行きましょうか、はい、これも面白い方ですね、はいえー、グレタさん、移、はい、動に救いの手、COP25、開催地変更でスペインセーフと。 伝えてていまして、まあ、グレタさんといえばあの、はい、環境問題にうるさいスウェーデンの環境活動家、はい、ま,あまだ10代の、まあ、若い方ですけれども、はい、今、アメリカにいまして、はいえー、グレタさんは COP25 参加のため温室効果ガスの排出が多い飛行機利用を避けてヨットで大西洋を横断し8月下旬に渡米電気自動車などで <laughs> 移動していた。しかしかチリ政政府府は10月30月日突然反政府デモを理由に えー、このコップ2 5を開催しないと、でその代わりに、えー、スペインでやることになったんですね。はい、ただ、スペインで開催っいうことは移動手段にまた困るわけですよ、はいえー。ロサンゼルスから11月に大西洋を渡る方法を探さないといけない <laughs>、えー、誰かその方法を見つける手助けをしてくれると嬉しいですとソーシャルメディアに訴えた。でこのスペインのリベラ環境保護省は、えー、ツイッターでグレタさんを称え、スペイン訪問を歓迎し、大西洋のキ路を 喜んで手伝いますと応じたあということなんですけども、はい、こんなひいきしていいんですかねね、うん、このしかもなんか16歳でこんな偉そうに言ってね、うん、大人を指さしてそうです、ね、なんか罵倒してさまあちょっとその世界のユタボンだよね <laughs> <laughs> ワ,ーワ,ワールドワイドなクラスのユタボン、ね、<laughs> でもこれクレタさんの基準がよくわかんないですよね 電気自動車っていったって、はい、それ作る過程でとんでもない CO 出してると思うんですよ出してるだろうねだそうか原発だと思うよ、うん、原発ヨーロッパって原発もね <laughs> あのフランスとかは原発ですからね、はい、で、ドイツは原発少ないとはいえフランスから電気を買ってるわけですよ、うんはい、だからね何言ってんだという感じですけどね、うん、だからこの基準で言ったら原子力潜水艦とかはい 原子力空母とかありですよねまあそうそう CO2 エコなエコなだから製造過程のものを気にしないというのであれば原泉とかは大変エコな乗り物という確かにねということになるんですけども多分こういう勢力って原発反対ですよね反対ですねどうしたいんだとそうだから左翼のこういうとこが腹立つんですよね腹立つね全部ダメじゃんっていうそうちゃんと筋が通ってないっていうのがね ロックバンドとかの人がなんか散の電気使いまくってるくせになんかエコだとか言ってると不都合なシーンですよね坂本龍一お前シンセサイザーで有名になったんだってお前電気じゃんっていうもうアコギとかしか使えなくなりますよねそうそうそうアコギがグランドピアノかそうグランドピアノでねやってこいよと。 もうライブもできないですよね、できないストリートライブレベルの自分の声が届く範囲ならできますけど、電気を使って、もうアンプも何台も使うようなミキサーとか使えないですからね、そんなこと言ってたら、そうそうそう、も使えないだって、無理でしょ、音楽で急激な結構、電力が必要になるんで、太陽光で、多少蓄電していたらできなくもないかな音はね、電気食いますよ。しかも音って すすすごいい気にるる人じゃなでか何の電力なのかっていう電柱を介しても音質が違うみたいな人いるじゃないですかはいはいはいどの電柱だからマイ電柱を作ってその音質を安定化させるとか電圧大事だからねそういうのが大事なんですねそこまで考えてしまうと生きていけないですよいや。グレタさんは現地まで行かなくていいからネットとかで 参加したらいいんじゃないですかね。あ、そう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 その方がエコですよ。そうエコだよね。そう現地行かなくていいよ本当に。なんかもうあのあのスカイプかなんかみたいなやつ使って参加するでいいんじゃないですか。いや本当そのその方がわざわざ大西洋を横断して人出となんかこう無駄にこうねいろいろこう騒がせて、それまたエネルギー使わせますからね。で、別に大人が付き合わなきゃいけないわけだからそれは エコじゃないんじゃゃなないのっていん行って帰ってこなきゃいけなかったり、うん、そのまず迎えに行ったりとかなんかいろいろその,、はい、その準備するときにねあの太,太平洋かなんかた渡った時大西洋渡った時,、うん、時はあの帰りは飛行機で帰ったわけじゃないスタッフは、はい、だからスタッフ動いとるやんといやなんならそのヨット出さなくても飛行機絶対飛ぶんだから、はいはい、空席埋めた方が効率はいいんですよね 自分で運転したらいいんじゃないのって一人でもしそれだったらただ一人ではちょっと急所無理だろうねそんなのもうスカイプで参加してろよっていうそうそうスカイプでいいじゃんいですかー o ー t u ーになるしかないですよねそれが一番エコなんじゃないですか現地グループなんかもうベジタリアンの究極みたいなめんどくささがありますよねベジタリアンでも一番言ったやつはほら卵も食わないし ビーガンにビーもあれ相当攻撃的な人いますからねそうそうそう逆にね寛容じゃないからね寛容じゃない全て拒否するっていうでもそういう人も肉欲してると思いますけどね自分が食わないのはいいけど他人に押し付けるじゃないその価値を肉食ってるやつを攻撃する肉屋さんを攻撃するとかねその発想がないですよね 全然海洋じゃない。